ってくればよかったな。特化部隊および放射特化部隊が陣地占領する地域です。おお、ヘリ来た、後ろからヘリ来た、ヘリ来た、ヘリ来た、
信車、通称 CCV に乗車した現行犯が人事の偵察を行うとともに発射機を射撃位置に誘導します。人事の偵察はあらかじめ使用を予定している地域が使用可能かどうかを確認するために出力に先立って一部の要員を持って実施いたします。高射特化部隊とは上空から進行してくる飛行空気を地上から攻撃するとともに広範囲にわたり迅速かつ組織的な対空情報活動を行う部隊です。まず最初に侵入してきた装備は81式短距離地対空誘導弾、通称サンサムです。次に侵入してきた装備は13式近距離地対空誘導弾、通称ティンサムです。種類の異なる放射特化大隊の装備の陣地侵入および射撃準備の様子をご覧ください。ただいま陣地侵入している発射機を関越台の手前からご紹介いたします。まずはじめに関越台ティガンサムです。最後に一番奥乗車した偵察要員が陣地の偵察を行うとともに他方を射撃位置に誘導します。陣地の偵察はあらかじめ使用を予定している地域が使用可能かどうかを確認するために出力に先立って一部の要員を持って実施いたします。偵察要員は侵入路等の偵察を行い、出力が平成円滑に陣地接触。こちら国家、陣地での完了。特化部隊の偵察が終了した模様です。これで特化部隊の出力が侵入する準備が整いました。右手をご覧ください。特化部隊の主力が侵入してきました。特化部隊とは敵の地上部隊に対する重要な火力として主に敵の上陸部隊、集結部隊、砲兵部隊などに対する制圧射撃や味方の通過部隊および連射部隊の戦闘を援護するための火力支援を行います。侵入してきた火砲は FH-70 と呼ばれ機動自衛隊の主力火砲であり、この姫路駐屯地に配備している火砲です。 FH-70 の最大射程は約 30km であり、ここから射撃すると赤星まで飛ばすことができます。 FH-70 の陣地侵入および射撃準備の様子をご覧ください。今回ご覧いただいていますように、 FH-70 は大型車両に牽引した状態での高速走行が可能なため、長距離を短時間で移動することができます。現在行っていますのは、火砲が牽引した状態から射撃ができる体
態勢にするため、下の方から牽引車を離ろう。 FH70 は弾丸等の自動装填が可能であり、迅速に射撃を実施することが可能です。牽引車は敵の航空攻撃や光爆撃によって被害を受けないために、下方から慣れた地域に前進します。本来であれば下方の後方突破隊ステトフ担当が指示する第一砲班、続いて2番目同じく吉田担当が指示する第二砲班、続いて3番目同じく池田担当が指示する第三砲班、最後に一番奥同じく名村担当が指示する第4砲班です。ここで訓練戦地で活躍しています女性隊員3名を紹介いたします。まずはじめに今年度第3特化隊に入隊しました2名の女性自衛官を紹介いたします。関越台手前の第一砲班の女性隊員は地元兵庫県出身出身の船影あゆな二等陸士。これもさ自衛隊機の操作部隊。関越台手前から2番目の第二砲班の女性隊員は兵庫県Yeah.
攻撃準備が完了しました。Thank you.
本日は誠にありがとうございました。ここで祝賀会議に参加される皆様にご案内いたします。